始まりました。本日もジャスミンのチャート分析をさせていただこうかなと思います。現在時刻ですけども、5月15日午前10時43分、YouTube 録画しております。まず今日もアメリカ市場ですね、こちらを振り返っていきたいと思うんですけども、だいぶね、落ち着きが取り戻してきたかなというような動きですね。ニューヨークダウがまず466ドル高。それからナスダックがね、大幅に上昇しておりまして、434ポイント高ですね。それから S&P もこちらも高くて、93プラスになってますね。それからダウ先物、こちらはちょっと小安くなって109ですか。それから日経先物、こちらは高いですね、197ですね、はい。それからオイルですね、オイルの方がちょっと高止まりで 4.03 上がってまして、110まで上がってきてます。それからビックス指数、こちら 28.8 まで下落になってました。ただここはね、また上がってきそうな雰囲気もあるので、ちょっと警戒感を強めておいた方がいいかなと思います。それではビットコイン、イーサリアム、アルトコインですね。このあたりもしっかり見ていきたいと思うんですけども、ビットコインが今日は386万円ぐらい。まあ、ほぼ変わらない状況ですかね。まあ、ただ、以前に比べるとちょっと買い物もね、しっかり入ってきているので、まあ、おそらくニューヨークの株の状況を見ると、明日の株式、日本の株多分強いと思うんですね、寄り付きが。そこに向けてちょっと上がってくるかなと思うので、403万円ぐらいまでちょっと上昇するのかなというふうに考えております。それからイーサの方がこちらが 1.6% 下落になってますかね。ちょっとコインチェックの方で見ているので、ちょっと値段の少し推移があると思うんですけども、価格は26万3千円ぐらいということで、こちらもですね、ちょっとほとんど形はビットコインと似てますね。ほとんど同じようなチャートだなというところです。こちらもですね、見ていきますと、安値がですね、5月12日ですね、この一番下。これが23万8千円ぐらい。ということになりますので、まあ、ここは一応サポートラインになるんじゃないかなと思ってて、ここが28万9千円のところ。ここから上の方ですね、結構2万円ぐらい上の、そこがレジスタンスになってるような感じですかね、一旦ね。なので、その、ね、このあたりの、大体4万円ぐらいの動きですね。4、5万円の動きの中のレンジかなと思うので、ただ28万9千に一旦戻すような形に今動いていると思うんで、そちらにどこまで近づけるかというような感じの動きかなと思ってますね。それから最後、リップルは 54.496 ということで、こちらもですね、同じような動きなんですけども、ちょっと 4% ぐらいね、コインチェックの方では下げているような画面になってますね。ですので、こちらの方が少し弱含みかなという見方になりますが、まあ、ビットコインが切り返せばね、こちらも切り返してくるということで、61円ぐらいまではあるんじゃないかなと、個人的には思います。サポート46円ぐらいなんで、これも46から61の狭いレンジで動くんじゃないかなというのが今日の見立てですね。お待たせしました。ジャスミーなんですけども、こちらのチャート分析をね、しっかりしていきたいと思います。はい、お待たせしました。ジャスミーなんですけど、417位まで下がってきてしまいましたランキングですね。で、価格が 1.27、5% 安ということですね。昨日となんかあまり変わりがないなっていう感じですよね。見ていきますと、こちら 1.36 まで上がったんですけど、そこからまあ 0.1 ぐらい下がっておりまして、安値がだいたい 1.16 ぐらい。この辺までね、ちょっとこう、下値の目処が下がってきてしまっているので、まあ、直近は良くない動きですよね、正直ね。まあ、ただし、まあ、期待されている形の仮想通貨ということもあるので、まあ、どこかでは皆さんね、買いたいなっていう方は多いと思うんですけども、なかなかその 1.3 ぐらいとか、その辺が今度ちょっと上値の目処になってしまっているような感じもあるので、ちょっと今、状況がね、そんな感じになってますね。ただ 1.3 っていうのは、まあ、どちらにもなるような、レジスタンスにもなるし、サポートラインにもなるような動きなんで、この 1.27 あたりっていうのはものすごく大事な、価格になっていると思います。ここを下回ってしまうと、本当に 0.9 とかね、0.8 とか、ちょっとこのぐらいの水準まで行ってしまうことになるなと、以前から思ってたので、今はやはりね、ちょっと状況的にはそっちに動く可能性も 50% ぐらいは出てきたのかなと。ちょっと思ってます。1.3 でね、下げ止まってたんで、0.8、0.9 っていうのはなかなか行きがたいと思ってたんですけども、今回この 1.1 まで下がってるということを踏まえると、状況的には厳しいと思います。一旦そこまでは下がる可能性が生まれてしまったという感じですね。週足ですけども、こちらが2.1 ですかね。2.1 までちょっと上がってたんですが、そこからまあ大体 0.8 ぐらい下がってるような状況かと思います。
かなり今下押ししてまして、ダブルボトムのような形にも見えるんですけども、ここからどこまでね、2円まで戻せるかという形になってきました。だいぶこのね、自分の上限のね、数字が下がってきてるように思いますよね。2円っていうのが昔はトレードしてた状況だったんですけど、今度は2円が目標になっているという現状が今、ジャスミーに迫っているという感じですね。はい、最後に月足なんですけども、3.5 まであったんですが、だいたい約3分の1にほぼ近くなってきたなという感じなんで、厳しい下げでしたよね。まあ、ここから巻き戻しがあるのかというのが焦点なんですけども、まあ、可能性としてはありますよね。この辺からやっぱり戻るっていうのは当然あると思うんですけども、もう少しね、下押しする可能性の方が高いかなと思っているので、まあ、ただわかんないですけどね。ですので、ちょっとここで少し買っておいて、さらに下がった時に買える余力を残しておくっていうのが、まあ、策としてはいいのかなと思いますね。まあ、ただしちょっとね、動かないし、下がっていく傾向が強いので、まあ、ちょっと資金をね、なるべく温存しておく方の選択をしてもらった方がいいかなっていう感じはいたしますね。あんまり無理にここで入っていってもっていう感じはちょっとします。例えば 0.5 とかにね、落ちる可能性も出てくる場合があると思うんで、今のところはまあそこまで下がるっていうね、感じはないですけど、まあ、ロシア、ウクライナがね、もっと戦争を激化して、本当に核の問題とかがね、本当に出てきてしまうと、まあ 0.5 では済まないような状況になる可能性もあるので、まあ、そこも踏まえて今はちょっとね、焦らない方がいいですね。安いと言って買ってもさらに安くなるようなボタンが何個かありますよね。アメリカの問題もそうです。まあ、ですので今はそこに向けてちょっとだけ買うものがあれば少し仕入れをしておくのもいいんですけども、今は冷静に、まあ、状況を見極める方が来年につながるんじゃないでしょうか。今年はとにかく負けないようにすることに専念してですね。まあ、戦争が起きてるわけですからね、なかなかそこで勝利をというのは難しいと思うんです。まあ、そういう戦略でちょっとうまくね、自分のこのリスクを減らしながらしっかり欲しいものは集めていくというような、ちょっと細かい作業になるかとは思うんですけども、ぜひそれを実行していただければなと思っております。はい、ということで今回もジャスミですね、ちょっとチャート分析しっかりしてみたんですけども、まあ、ですので一応 0.9 ぐらいですね、この辺からまあ大体上限はこの2円あたりかなと思っております。まあ1円前後の動きですよね。0.9 からまあ2円ぐらいの動きの中で、まああとは状況のファンダとかですね。それからまあアメリカの株とか、まあそういう状況で、まあこう上にも行ったり下にも行ったりというような流れかと思いますので、まあその辺は皆様のちょっとこう見方にもよりますけどね。ぜひ皆様本当にご意見、ぜひね、お気軽にコメント欄書いていただいて構わないので、皆様のジャスミンに対する評価ですね。これをちょっと書いといてみてください。それぞれ違うのが多分出てくると思うので、他の方の役にもね、すごい立ちますので、ぜひよかったら書いといてください。それからチャンネル登録ですね。まだの方、ぜひこの機会にしていただき、見逃さないようにしていただければなと思います。今回もジャスミンチャート分析最後までご覧になっていただきまして、ありがとうございました。